はい、今日はですね、私の R25 をじっくり見せますよっていう動画を撮っていきたいと思います。はい、私の2台目の愛車はですね、ヤマハの YZF-R25、 2020年のマットシルバーになります。外回りじっくり見ていきましょう。この YZF-R25 はヤマハのインドネシアの工場で作られていますね。排気量 249cc、 水冷4ストローク DOHC 4バルブ直列2気筒、36馬力を 12,000 回転、最大トルクが 2.3kgfm、 1万回転で出力します。最高馬力は 12,000 回転、最高トルクは 10,000 回転ということなんで、シフトアップのベストポイントは 11,000 から 12,000 の間ぐらいですかね。そこまで回してあげる必要があります。12,000 回転までぶん回して走ることが、まあ、一番気持ちいい走りができる感じですかね。2020年の新色のマットシルバー、ストライプに赤と黒の線が入っていますね。フェンダーは黒色、こんな感じになってますね。この辺からの見た目がね、一番私かっこいいなと思うんですよ。好きなんですよね。 ABS 付きもありますけど、私は ABS なしを選んでます。ヤマハさんのコンセプトとしては、毎日乗れるスーパースポーツということですね。気軽に乗れる、取り回しの軽くて、なおかつパワーも必要十分あるという、そういうコンセプトですね。まさにそんな感じです。型式は 2BKRG43J ですね。ググれば見れますけど、車体を見ながら見ればことが済んでしまうということで、初言読み上げますね。全長が 2090mm、 全幅 730mm、 全高 1140mm、 ホイールベース 1380mm、 最低地上高 160mm、 シート高 780mm。一応カタログ燃費は 37.7kmpl、 60km 走行時ということです。フロントは倒立ショックですね。タイヤは 110/70-17インチ、バイアスタイヤってやつですかね。いや、リアタイヤは 140/70-17、 こっちもバイアスタイヤってやつですね。灯火類は全て LED ですね。このね、真ん中にダクトが開いてる構造がかっこいいんですよね。これが私が YZF-R25 好きな理由ですね。マットシルバーになったことによって、フロントフォークが金色っていうのもかっこいいですよね。このアングル好きですね。この辺もかっこいいです。前回りかっこいいですね。タンデムシート、まああんまり座りやすいってわけでもないですけどね、まあ柔らかいです。まあただ捕まるとこがあんまりないんでね、タンデムするのはちょっとしづらいかもしれないですけど、まあ250なんで、それなりに大きいタンデムシートついてますね。この辺にガッて捕まって乗るんですかね、乗る人はね。タンクはこんな感じです。じゃあちょっとまたがってみましょう。メーター周りはこんな感じになってますね。この肉抜きされたトップブリッジ、どれだけ軽量化してるのかわかんないですけど、まあこの辺ちょっとこだわりだと思いますね。ここがエンジンスタートスイッチ、上にやるとエンジンキルスイッチですね。ハザードもついています。こちらはウインカー、ホーン、ハイビーム、ロービーム、パッシングもついてますね。私はここにデイトナのマルチバーホルダーをつけて、デイトナの USB 電源2つ取れるやつ、あとデイトナのスマホホルダーですね。今ちょっと邪魔なんで取り外してますけど、これつけてます。これはスロットルアシストですね。これ後付けです。はい、じゃあ鍵オンしてみましょう。こんな感じです。エンジンかけてみます。これがアイドリングですね。結構純正マフラーでもいい音します。ちょっとね、あんまりブンブンやってると迷惑なんでやりませんけど、なかなかいい音しますね。じゃあライトつくとこんな感じですね。明るいですね、眩しいですね。さすが LED。 テールはこんな感じですね。明るくてちょっと光ってるの分かんないかな。 LED4 発 ×2 入ってますね。映ってますかね、まあ分かんないけど、ちょっと LED の玉が 1,2,3,4 4の2入ってますね。
フロントライトやっぱ光らせるとかっこいいですね。この光ってる姿あんまり自分で見れないんで、ちょっともう一回入れちゃおうかな。普段乗ってる時はね、この光ってる姿あんまり見れないんでね。うん、眩しい。ライトこの光る瞬間撮りたいんですけどね、今日三脚とか持ってこなかったんで、誰もキーひねってくれる相方いないんで、ちょっとできないですけど。はい、切ります。あとはですね、まあ私まだ買ったばっかなんでカスタムしてないんですけど、このヘルメットホルダー動画上げましたけどね、つけてます。タイヤの空気圧は通常は前が2キロの後ろが 2.25 キロですね。約 2.3 キロ。ステップは金属製の、まあ、ちょっとすると勝手に上がるようになってるやつですね。だいたいこんな感じですね。とりあえず私の YZF R25 をじっくり眺めて紹介する動画でした。以上で、今日の動画は終了します。どうもありがとうございました。